平野紫仕様の愛と情熱、新しい視点からの恋愛観、数々のインタビューを通じて、平野紫仕様さんの好みや彼の魅力的な恋愛観が次第に明らかになっています。ここでは、彼の恋愛に対する理念と理想的な関係性に焦点を当て、その背後に隠された物語を探求していきましょう。平野紫仕様さんの恋愛観は、まさに男らしさと格好良さが交差する地点です。彼は、 相手から好きと言わせないと述べ、告白は彼の中では絶対に男から行うものだと語っています。もしも行為を察知しても、逆にそれを止めて自分から告白するスタイル。これはただの勇気だけでなく、相手への真剣な思いやりも垣間見せます。好きならすぐに伝えるというスタンスも平野史陽さんの特徴です。彼にとって、相手に OK をもらえた場合、一瞬でも長くその人と過ごしたいという切なる思いが込められています。これが 彼の男らしさと情熱を反映した恋愛観の一端でしょう。平野紫耀さんの好みの女性に対する要望は、内面が綺麗でピュアな心を持った人です。彼は悪口を言わない人であり、思いやりのある態度に魅力を感じるようです。外見は内面の最も外側に過ぎないとの信念を持ち、内面が美しい人ほど外見も美しく映ると考えています。 孫悟空のようなピュアな心を持つ女性が、彼の心をくすぐる理想のタイプなのです。礼儀正しさと言葉遣いの綺麗さも、平野耀さんが重視するポイントです。過激な言葉遣いや今風のスラングは苦手であり、清楚な言葉遣いを好むようです。これは彼の古典的な価値観と、相手への尊重を反映しているのかもしれません。また、平野耀さんは食べ方にも一定のこだわりを持っています。 彼は健康的な女性が好みで、美味しそうにたくさん食べる様子に魅了されると語ります。最近では健康的な生活が重視される傾向があり、この好みもその一環と言えるでしょう。平野史洋さんの理想的な関係性は、キュンキュンするよりも一緒にいることが当たり前のような関係です。彼はお互いが家の中で好きなことをしていても気にならない夫婦のような関係を理想視しています。また、 家では一人の時間も欲しいとのことで、自立心と愛情のバランスを求める姿勢が見受けられます。結婚願望が強い一方で、関係性には自由と安心感の両立が不可欠なのかもしれません。理想の恋愛において、平野潮さんは彼女と趣味を共有することを重視しています。特に彼が大好きな趣味の一つが釣りであり、彼女と一緒に釣りを楽しんで、その後釣った魚を共に調理することを無双しています。 このデートのイメージは、お互いの愛情が一層深まる素敵な瞬間を予感させます。平野潮さんの恋愛感と好みの女性像は、彼の内面に秘められた熱い情熱と深い愛情を反映しています。彼の言葉や行動から伝わるのは、相手への真剣な思いやりと、理想の関係に対する夢。これが、彼がこれからも素敵に年齢を重ねていく理由の一端なのでしょう。 試験は、現代の恋愛においても遺跡を投じるものであり、多くの人にとって新しい価値観を提供しています。最後に、あなたはどんな関係性を理想としますか平野信雄さんのように、キュンキュンする瞬間よりも、お互いが当たり前のように過ごせる関係が幸せの鍵かもしれません。そして、あなたの理想の恋愛において、どんな趣味を共有したいですかぜひ、自分自身の理想を追求し、 素敵な恋愛を築いていってくださいね。